それも違うけどね、経済がどうだとかね、うん、絶対話してないね。さあ次のメール、はい、ミスティネームなっちゃん、はい、ありがとうございます。ひろたんゆうたんこんばんミスティ、こんばんミスティ、いつも楽しく拝聴させていただいてます、はい、いきなりですが最近の火災警報器は音だけではなく、うん、火事です火事ですと声で知らせてくれるものがあるらしいですね。でも私には火事です火事ですにしか聞こえません。もしそんな警報器があれば私は完璧に逃げ遅れます。逃げてということで、ぜひゆうたんに火災警報器の声をやってもらいたいのでお願いします。ひろたんもお願いします。俺別に火事関係ないけど、下野です下野です下野です。それはただ名乗ってるだけ。完全にね、うん、これじゃあ言いますか。それじゃあいきますか、はい、じゃあ火事くんの、火災、警報器まで3、2、1、ミスティ。火事です火事です、勇気です、火事勇気です、アーツビジョンです。以上です。君さ、なんていうのかな、オーディション前のクレジットじゃねえんだからさ。オーディションってこうやって撮りますもんね。オーディションってこうやって撮るんだよね。役名行ったり、そうそう、名前行ったり、事務所行ったりね。なんとか役、下野博、アイメタープライズ下野博ですとかね、はい、みたいなね、うん、じゃあ続きまして下野さんの火事です、わけわかんないですけど、3、2、1、ミスティ。火事です火事です、でも本当は僕下野です、下野博です。正しい。いや、その通りなんですよね。うん、うん、それが燃え盛る炎の中で流れたらイラッとしますよね。うん、じゃあ言わなくていいよって思います。うん、多分ね、うん、あのね、やっちゃいけないと思うね、うん、あのね、本当にね、みんな聞くと思うんだそれ。あの、特に興味がなくてもね、僕らにね、興味がなくても、うん、やばい火事だと思って、火事です火事です、でも本当は下野、下野みたいな。それどういう状況なのと、お前のことはどうでもいいよとか思われて、地震雷火事的な流れで下野っていう天才があるわけですから。あ、俺何、災害なの。そう、あのテレビでこう上の方に流れるじゃん、ピロピロって出るんですよ。関東地方で下野が活性しましたみたいな。そういうことですよね、津波にご注意くださいみたいな。そうだね、下野ってどういう事態なんですかね。わかんないけど、まあ、うん、でもある種災害ではあるかもしんねえ。それは認める。そうですね、うん、災害ですね。災害だね。すごいタンバリンとかシャンシャンってきそうですもんね。あのね、もうほんといろんなことが起こる。もうすごいでかい音が鳴るか、すごい叫び声が聞こえるか、もうすごい騒音みたいな笑い声が聞こえるか、 あとは寒波が押し寄せるか、どっちかだね。そうですね、うん、滑って寒波が押し寄せるっていう、ね、一番の最悪かもしれないですね。最悪だね、うん、本当にね、災害です。みんなとにかく逃げてください。はい。逃げてください、はい、下野見つけたら逃げてください。逃げないで、頼から逃げないで。じゃあもう一つ、もう一つ、もう一つ、はい、はい、行きましょう、はい、あ、これ来ましたよ、うん、ミスティネーム、高瀬さんからいただきました、ありがとうございます。ひろたんゆうたんスタッフの皆さん、はじめまして、突然ですが私は前回の配信を聞かせていただいて、うん、驚きました、はい、ひろさんのひろの右側ってひろいじゃなかったんですね、ずっと間違えていました、すいません。ナムなんだよ、ね、あと私も、下野さんのことを言い間違えて島根ヒロと言ってしまったことがあります。これは間違えたね。うん、島根って言っちゃった。他にもですね、ミスティネームチカチカさん、前回の放送を聞きまして、ずっと下野さんのヒロの感じ、うん、間違えていた、うちの一人です。次回からは自信を持って下野ヒロさんと、ちゃんと書いて出したいと思います。なるほど。ああのね、一個いいですか。うん、大事件が起こりました。大事件ですね、大事件起こりましたね。先日ね、うん、あれはなんだ、ロケ DVD の方、ね、ロケ DVD の方ですね、出しましたね、出しましたね、皆さんこうちょっと見てくださったりして喜んでくださってるみたいで嬉しいですけども、うんね、好評みたいですけれども、ね、パッケージの方とか見られてますかね。パッケージの特にあの裏側のね。そうですね、うん、この、ね、ラジオの番組のタイトル、火事勇気&あ、間違えた、下野ヒロ&火事勇気のラジオミスティって言うんですけども、そうですね、まあ、名前だけでも覚えて帰ってもらいたいですけどね。名前だけっていうか、名前の漢字を、うん、皆さんお手元に DVD ありますでしょうか。ある方はですね、今ぜひとも出してきてください。はい、はい、あ、早く棚の、そうそうそう、右側、そうそうそう、はい、あと5秒ですよ。はい、はいはい、5、4、3、いっちゃうよ、いいの、1、はい、カジ君言ってあげて。DVD パッケージ裏の一番上の方にある名前のところ見てください。カジユウキのユウ、なんか違くね、なんか、なんか右見たくなって、右見たくなってね、表見てください、
タイトルのところなんか違う、違う、谷になってね、谷になってね、正解は谷ですよ、正解は谷です、うん、裏側の右じゃね、そうだよ、間違いじゃね、スタッフちょっとどうなってんのこれちょっとこれ本当許せ、ああ体調悪くなって、本当だよ、どうすんだよ、カジ君が体調悪くなっちゃっただろう、漢字間違えるから体調悪くなっちゃったんだよ、ラジオとかでダメだろそういうことしよう、ほらカジ君の本分もう治るから、そのうちきっと治るから、なんとかその辺はなんつうのかな、こうやっぱりリスナーさんに対する申し訳なさと、カジ君に対するこうなんていうのかな、なんか ね信頼とかさ、そういうさ大切なことじゃないか、やばい、しもさん寒気がするうん、多分それはね、ここが若干本当に寒いからだと思うけど、うん、いやこれ多分あれだ、違う、しものが起きたんだままあそんなこんなで、まあいろいろあるミスティですけども、みんな仲良くやってますよ、やってますよ、こんなこと言いながらもね、そうちゃんとね、うん、仲良くやってる、やってる、あの以後間違えないようにはい、本当にこれはね大変なことですからね、うん、うん、ね、はい、はい、まあいいですけど、まあ、その辺気をつけてね、はい、はい、まああ、そうか、これ触れてなかった、最初に言ったほらウィング来た時の3人のやつ、うん、僕ブログにダメンズ3って書いたら台本にも書いてありますね台本にも、そう台本にダメンズ3って、そう、それでね、うん、3人でねこうシングル CD なんか出しちゃって、そうね、またこういうこと言って怒られるでも今日は名前間違えられてるんで何言っても大丈夫です、そうだね、あとね、僕らの歌ってどうなったのあ、そうだじゃないよなるほどじゃないよ、いやまあいろいろ ね、うん、いろいろあるんですよ、あんだけさ、いろんな人からさ名前募集してってさ、結局どうなったのかもわかんないしね声喋ったって何にも届かないから、ここ聞こえねえんだよばっかじゃねえよもうはい、まあ、というわけで、お便りまだまだ募集してます、番組への感想、ダメ出し、質問などなど何でもお送りください、お待ちしております。